素晴らしい景色見てください。私青森目指してたら山形に来ちゃいました。電車で来れないじゃん。電車は車じゃないとダメ。いや、この人には参ったな。こんな混んでんの初めてだな。本当だね。あら、そう。うん、いっぱい乗ってるって。あ、ちょっと来てて。ミニジープ旅、ね、旅しておりますけど、こちらはですね、山形県蔵王山に、わかんないですけど、いつの間にか蔵王山に登ることになりましてですね、もちろんミニジープでは来ておりません、ね、絶対ミニジープ登らないですから、ね、ということで、もう親戚のね家にちょっと撮影で来させてもらってね、何泊かさせてもらって、ね、登ろうかっつって休憩することになります。すっごい晴れてる、最高の景色ですね。で、今日蔵王で登った動画を見たい方は別動画でお楽しみください。土ね。
そろそろだよね。来年百名山全部登る予定ということで、百名山登ったわけです、ね。まだですけどね。今年4つ行って、次に2つ行って百名山登ったという。さすがになんか厚手の布団とかはないんだね。毛布はなんか何枚か置いてる。ああ、そうなんだ。うるさいヘルメットがそれをもらってきた。医療用飲料水。ああ。ありがとう。これでもマッチがないとつけられないんだね、これね。うん、でも登山者は多分マッチとかがここにあるよ。マッチが。マッチあります。うん、ああ、本当だ。これだけで足りないだろうな。あ、二重になってる。福君だろうね。
ごい、うん、冷やしたぬき、エビ天冷やしたぬきは今日終了です。になります。ここも。人気なんだね、これ。うん、うん。すみません、エビ1本なんですが、間に合わなかったので、買ってるのも、私も探してるんで。あ、そうなんですか。私のだけ、ね、いや、じゃあね、1本後でお出しします。後でいきます。自家製の機械だったんですけど。